日常演舞の食うたにようこそ。さて本日の演舞はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。ちなローソンのスイーツ3品とともにバスチンプロジェ先生という生ガトーショコラ、ドラモッチ、生スイートポテト、そしてシュー生地の中にホットケーキ、ホットケーキッシュ、この3つを食べていきたいと思います。個人的にはホットケーキッシュが一番好きなんですが、自信作も捨てがたいですね。それではチャンネル登録よろしくお願いします。ちょっと流しってわけじゃないですけど、まず生スイートポテトのドラモッチからいただきたいと思います。ドラモッチいい感じですね。久しぶりに食べます。これは中身が詰まってそうだ。生地がなんかすごいですね。弾力といい、なんか、ね、本当にスイートポテトが入ってる。これは美味しそうだ。ではいただきます。続きましてはホットケーキシューで、なんか思ったのと違うんですけど、すごいなこの見た目。ではいただきます。はい、ラストは生ガトーショコラ。なんか小さめで自信作で、かつて販売していたビッグクリームチーズを思い出しますね。どんな感じになってるんでしょう。興味が気になります。鮮やかですね。ではいただきます。チョコレートは確かに美味しいんだけど、思ったほどじゃないかな。生ガトーショコラ、こちらのドラモッチ生スイートポテトは中にギュッと詰められているクリームとスイートポテトのあんが口の中で甘く広がってきて、弾力のあるドラ焼きとよく合っていて美味しかったです。そしてこちらのホットケーキシューはインパクトもありますし、口の中でちょっと蜂蜜の甘い香りも広がるんですが、ちょっと強引かなっていう気がしましたね。わざわざホットケーキ入れる必要あるかな。なんかシュー生地と相性が正直いいのかどうかがちょっと微妙でした。そして最後に生シュガトーショコラ。確かにチョコレートは濃厚でホロホロと崩れ落ちるのですが、なんかバスチンプロが自信作と押してる割には思ったほどじゃないかなっていう気がしました。ちょっとハードルを上げすぎたかなっていう気がします。もうちょっと控えめな方が良かったかもしれません。ちょっと自信だけが先行してしまっている感があるのが残念でしたね。というわけで、この3種の中では最初に鳴らすと思っていたこのドラモッチ生スイートポテトが一番美味しかったので、ドラモッチ生スイートポテトを代表として5点とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終了。お楽しみいただけましたが、もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。